よし、やるか。ドレスローザの国民たち、および客人たち。ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。この命を取れれば、当然そこでゲームセット。だが、もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない。なんだ今の。つくな、ビンゴ。プル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 。デンデン虫か。誰からか。ゾロ、今どこ。ロビンか。王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。兵隊どこ行った。ルーシー、リベッカ無事だったか。さっきまで兵隊がここに。兵隊さん、人間に戻ったんでしょ。どんな人。何言ってんだ。あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。やっぱり。遅かったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる。イカれる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国をよく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。鳥かごはゆっくりと収縮を続けて、中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばして、この戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。お父様もそこに向かってる気がするの。攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。
ークの敵は任せてくんど全力でルフィ先輩をお助けするべ。よしよっ、俺たちもこのまま真っ直ぐだ。てめえら、どきやがれ。王女ぶっ壊せねえだろうが。ルフィの報いは行かせねえ。クソ、邪魔な野郎だ。これを止めねえと王宮へはいけねえぞ。スネークマン、俺が相手だ。そっくらの野郎、そのどでけえ図体切り刻んでやるよ。今の俺は超スーパー、てめえらごときには止められねえよ。よあの糸を食い止めんと。本体は必ずこの中にいるはずだ。やつの攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。この人間様じゃい、追いかごを押せ。火のパクリー、この者を長くるば。許さぬ、ドン・キホーテファミリー、貴様らまとめて拙者が切り捨ててくれる。先輩のお役に立てるなら死して本望だべ。貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。だな。
会いたかったぜ。調子に乗るな。お前らはここで必ず始末してやる。俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。一気に潰してやる。ロロノアンズアラ。九千百花一世界。戦に集まって挑戦世界。三条無線で消えぬものなし。三刀流奥義。一大三千大戦世界。本体は必ず一個体。分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば切られやしねえ。てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。九千八回消えぬものなし三千世界。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。私たちの船長命を懸ける価値が。ルフィはいつでも勝利の切り札。ルフィ、俺はあの糸を止めに行く。時間を稼げるかもしれねえ。先輩の邪魔はさせねえべ。お前ら残らず俺のバリアの餌食になんな。そう簡単に俺のバリアは割らせねえ。あの糸を食い止めに向かうべ。お前に危害を加える者は俺が倒す。たかだか人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。ゴゴムの利権意外と不安ねえ。どうしたの、キャベツ。様子が変。
腹に切り裂いてやるぞ、ニコロビン。イノッハッピーノ、革命軍として、いや兄として、ルフィへの手出しはこの俺が許さない。すまない、君たちを切るところだった。マイリア将、位置が出るか間違ってるか。この戦場にきっとお父様も来てる。ああ、誰か来たな。お前か。ディアマンテ。ベベか。俺がこの手で殺してやるよ。あの糸を止めればいいんだろう。地獄を食らう。この日の目に一点張り、わしもそんな賭けをしてやす。よりによって海軍大将がそんな考えとは。バレたらただじゃ済まないんじゃないか。位置が出るか罰が出るか、あっしはこの首一つかける覚悟でさ。バカな人たちってな、ほっとけねえもんですね。ここが正念場だ。死ぬ気でかかる。レベッカ、教えてやるぞ。お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットの。銃で死ぬ。家族を二人も奪われてたまるか。お父様、すまなかったレベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときゃ一瞬で殺してやる。満月止めろ。バスター
くでござんすが、ちょいとお力添えを。よかったな、レベッカ、父ちゃんに会えて。ドフラミンゴは任せていいか。もちろんだ。一応聞いておこうか、ここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。さっさとかかってこい。おい、お前が相手しろ。ラジオナイフ、やっとピストルをゲット。意識を失うまでぶっ飛ばせ。敵はね、友達だ。くそ、人形の方本体はどこだ。お前らその程度の攻撃で俺の首を取れる気でいるのか。遅かれ早かれ、街も人もお前の仲間たちもお前も全てだ。リンゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。レイクマン、それができねえって話をしたつもりだったが。よっ、バイソン。
けだ。通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。お前の全力に俺も応えよう。もう二度とあんな思いはしたくないからな。キングコングガーン、ダブルカルバリン。悪魔の実の能力にはまだ覚醒という上のステージがある。能力はまれに覚醒し、己以外にも影響を与えられる。うわ、建物が糸になった。パラミシアじゃねえみたいだ。能力をよく使いこなしているようだが、あと何秒も。でもお前は手の中に閉じ込めて。雲の姿。ゴムゴムのキングコング。罰の聖なる兄弟、ゴッドスレッド。すべてを破壊してやる。ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはド・フラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃エース、ルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって。俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。
革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶は戻ったな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため、革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？ああ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手焼くだろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。